よろしくお願いします。ESG、SDGs という取り組み自体がもうどん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 強くなっていくと思うんですね。企業自体がどう主体性を持って社会課題に向けて動いていくか、まあ、そこは問われると思っていて、強い思いというかパッションがすごく重要だと思っていて、やっぱりそれが強ければ強いほど周りにの共鳴を生んでると思うんですね。社会に貢献したいだったりとか、社会のためにやっぱ役立ちたいってそういった人ってやっぱ多いと思っていて、そういったところを一緒に引き出しながら新しい事業を一緒にこう伴走しながらやっていく、やりたいことは実はそこで、世の中をこういうふうに変えたいなっていうところがあって、サステナブルな企業経営をできていないと資金が回っていかないような、そういった世の中が実現できるといいなと思ってます。例えば子どもたちにじゃあどういうこう社会を残していくかっていう考えの中で、この SDGs、ESG っていうのはすごく大事なのかな。